これは不登校の問題などについて学校側との連携を図り解決につなげようと学習塾を営む金沢学友が開いたものです。昨日は加賀市の島谷千春教育長のもとへ学習塾の関係者らが訪問。学校に行きづらくなった子どもたちのため学校の外にもより多くの居場所を作ることが重要などといった意見が交わされました。学校と我々学習塾のような、ところの連携が図れることができればさらにこう学びの機会を失う子どもたちをサポートしてあげれるんじゃないかなと。加賀市教育委員会ではさまざまな場所で学ぶ選択肢を作り子どもたちを社会とつなげていきたいとしています。